宮本武史君。宮本君。日本共産党の宮本武史です。まず 昨日の質疑の答えの確認であります。大臣、パーティーの案内状はご提出いただけますか。講師だった甘利明さんの了承は取れましたか。松本大臣。はい、講師が甘利先生であることについては申し上げてよいと、講師である甘利先生にご確認をさせていただきましたので、改めて、講師が甘利先生であったことはお伝えをさせて、いただきたいと思います。この時は案内状、世界を変えるのはメイドインジャパンということで、講演をいただきました。なお案内状につきましてはご要望いただきましたが、昨日も申しましたように、ご来臨賜りますようお願い申し上げますと記しておることは申し上げたとおりでございますが、パーティー券ご案内状をちょっとこちらに提出できるかどうかは、改めてご報告すべきものかどうか検討させていただきたいと思います。宮本君。案内状にはこれこれ書いてあると、来た人に対応できるように準備していたと語ったのは大臣自身ですよ。だから大臣にその事実を証明してくださいと申し上げているわけであって、無理なことを求めているわけじゃないので出してください。資料1を見ていただきたい。これは昨日私が紹介した11月25日に公表された松本大臣の2021年の政治資金報告書の中の政治資金パーティーの収入の内訳であります。松本武明支援の集いセミナー、昨年12月27日、姫路駅の駅前にあるホテル日光姫路で開かれております。パーティー券収入1772万円、パーティー券は、1枚2万円で、あったということはすでに分かっておりますから、昨年も886枚売り上げたということになります。資料には先日、ホテル日光姫路をお尋ねした際に、いただいてきた宴会場の資料であります。最大の光臨全室をシアター形式で使っても560人が最大定員、これ以上入らないということであります。しかも資料の3、大臣がパーティーを開いた昨年12月27日は全国的にコロナ第6波に向かう時期で、兵庫県の1週間平均患者数は前の週の 1.7 倍とこういう報告になっておりました。したがって資料4、この時発表されていた特措法第24条9項等に基づく県独自措置は大声なしでも収容人定員が限度で、大声ありなら収容率 50% という時期でございました。大臣、この昨年のパーティー、兵庫県の要請に反した覚えはないですね。松本大臣。コロナに対する対策は規定に従ってしっかりと行わせていただいております。宮本君。声なしのパーティーというものは考えられませんから、最大定員560人の半分なら昨年12月27日は280人だったということになります。昨日大臣はおいでいただいた方で入場をいただけなかったことはないと答弁されました。ならば端的にお答えいただきたい。886人の出席予定者がこの280人が限界のこの光臨にどのような形で入ったのか、大臣はどのように準備されていたのかお答えいただけますか。松本大臣。繰り返しこの場でもお答え申し上げておりますが、私どもご報告申し上げるべきことは法令の定めに従ってご報告を申し上げておるということで、すでにご報告を申し上げている収支報告などで皆さんにパーティーの概要についてもご報告申し上げているところでございますが、この12月27日の今ご指摘いただいた会の経費等につきましては、支払いは次年度以降にまたがっている部分もあるのではないかというふうに理解をしております。その上で、
2020年について昨日もご質問をいただきましたが、この収支報告書にあるセミナー会場経費、また映像関係事業者に払った費用などから、どのような部屋をどのような形態で利用しているかというのは、ご推察いただければご理解をいただけるのではないかということで申し上げさせていただきました。宮本君。推察の話じゃないんですよ。何に入ったかを聞いてるんですけどね。昨年についてもそうです。山際前大臣の政治資金パーティー疑惑では、昨日も言いました、収容人員の 1.7 倍で、横浜地検によって刑事告発が受理をされております。で、まあ1000人に対して400人ということであれば 2.5 倍、昨年280人に対して886人なら3倍ということになりますから、これは絶対に曖昧にできない問題なんですね。で、報告書が出てることは分かってるんです。今日だって配布してるんですから。問題はそれに対して、あなたが一つは案内状にこう書いてましたということと、もう一つは来ていただいた方はみんなちゃんと入れましたという話をしておられますから、どのように入れたのか、何人お見えになったのかということを答えていただかないとですね、疑念が晴れないということを申し上げているわけでありますから、これは誠意を持ってご検討ご回答いただきたい。いいですか。松本大臣。私といたしましては、繰り返しになりますが、法令に従って報告すべきことを報告させていただいております。あえて先ほども申しましたように、報告すべき事柄から、適法に行われていることはご理解をいただけるものと思って、いくつかの項目について申し上げさせていただきましたので、ぜひご理解を賜りますようにお願いいたします。宮本君。これまたこればっかりやってられないんですけどね。そんな推察で見過ごすわけにいかないと、必ず、いかにこれが適法に行われたのかということをですね、ぜひご自分でご証明していただきたいというふうに思っております。さて、私は情報通信研究機構 NICT の発足以来、統合前の通信放送機構 TAO だった当時に法改正の質問に立った経緯があります。大臣が国会に出られる前の1999年4月27日、参議院交通情報通信委員会、参議院初当選からまだ1年も経たない39歳の時でありましたけれども、質疑をいたしました。読み返すと、まだまだ若くて照れくさい思いでありますけれども、研究開発の在り方について、中身を国民に理解を得られるような形にしていく必要があると求めております。そこでこれまでの経緯も踏まえて、順次聞きたいと思います。2020年12月、会計検査院は NICT を含む4法人、7勘定の繰越欠損金について指摘をいたしました。この時、会計検査院はどのような指摘を行ったんですか。会計検査院、宮川事務総局第5局長。お答えいたします。会計検査院は独立行政法人における繰越欠損金について、その原因増減等の状況等を横断的に検査し、その状況を取りまとめて令和2年12月に会計検査院法第30条の2の規定により国会及び内閣に報告いたしました。この報告におきましては、検査の状況として令和元事業年度末の繰越欠損金が平成23事業年度末と比較して増加し、または利減にとどまっていた法人の勘定のうち、新規に事業採択等を行っておらず、主に過去に行った事業にかかる改修等の管理業務等のみを行っている4法人の7勘定、この中には国立研究開発法人情報通信研究機構の基盤技術研究促進勘定と出資勘定が含まれまして、両勘定の令和元事業年度末の繰越欠損金は計600億円となっておりますが、これらについては繰越欠損金を解消する見通しが立っていないと認められることなどを記述しております。そして検査の状況を踏まえ、会計検査院としてこれらの勘定を有する法人及びその事務所においては、繰越欠損金が回収されず、当該勘定にかかる政府出資金の一部または全部が回収されない恐れのある状況を国民に丁寧に説明することなどに留意して対応を検討することが必要である、このような所見を述べたところでございます。宮本君。政府出資金の一部または全部が回収されない恐れがある、
国民に丁寧に説明することと指摘をされております。大臣、当然この会計検査院の指摘は重く受け止めますね。松本大臣。委員はすでにご案内かというふうに思いますが、 NICT の民間基盤技術研究促進制度は三等出資を受け、民間のみでは事業化が困難なリスクの高い基盤技術の研究開発等を委託により実施したもので、あります。一定の社会的波及効果等があった例もあるものの、経済情勢の悪化などもあって当初の想定通りには回収が進まず、繰越欠損金が生じているものと承知をしております。すでにご説明がありましたように、令和2年12月に会計検査院からは他法人とともに繰越欠損金の解消について、法人において効率的な業務運営を図ることや業務の公共的な性格を踏まえた検討を行うこと、政府出資金が回収されない恐れがある状況を国民に丁寧に説明すること、中期目標等に改めて目標を設定するなどすることといったご指摘をいただきました。これを受けまして総務省では令和3年2月に策定した NICT の第5期中長期目標において、これまでの事業の状況に関してできる限り定量的に検証を分析し、今後の対応等も含め公表すること、業務経費の低減化を進めることにより繰越欠損金の着実な縮減に努めることなどを指示しているところでございます。この中長期目標に沿って NICT においてはホームページにおいて繰越欠損金の状況や事業の実施状況を公表しており、総務省においてもホームページを通じて同様の情報提供を行っております。今後とも総務省及び NICT において繰越欠損金の回収にかかる状況などについて国民に丁寧に説明するとともに、NICT においては中長期目標に従い繰越欠損金の縮減に向けて努力していただきたいと考えているところでございます。宮本君。長々と答弁しましたけど、会計検査の指摘を重く受け止めるんですね。イエスかノーか。松本大臣。イエスでしょうよ。先ほど申しましたように、会計検査院からご指摘をいただき、これを受け総務省においては、今申し上げたような答弁のことをさせていただいたとご理解ください。宮本君。総括評価がないんですね。他方に引き継がせた業務は技術基盤研究促進センターが実施をいたしました。その運営を経団連が主導していたわけです。我が党はセンター業務に総括もなく同様の仕組みを引き継がせ破綻の危険があることを一貫して批判してまいりました。前回2020年度補正予算で措置した現行基金は最初の5年が勝負と危機感を持って集中的取り組みを推進するものとして次元とされておりました。今回は次元のある基金ではなく恒久的な基金を創設いたします。現行基金の際は300億円、恒久化された基金に今回はまず662億円もの税金を投入する。なぜ恒久的な基金が必要なのか、どのような議論があったのか、総務省お答えいただけますか。田原国際戦略局長。お答え申し上げます。基金の恒久化に向けたその議論の経緯等でございますけれども、総務省におきましてはビヨンド 5G の今後の推進方策等について検討整理を行うため、昨年9月にビヨンド 5G に向けた情報通信技術戦略のあり方について情報通信審議会に諮問いたしました。その後有識者の皆様に精力的にご議論いただき、本年6月に答申をお取りまとめいただいているところでございます。審議会の議論におきましては、基金の延長に関するご意見ですとか、研究開発予算の単年度化を可能とする枠組みの創設を支持するご意見が出されたところでございます。こうした議論を受けて、同答申において、ビヨンド 5G の研究開発について、大型機関研究開発プロジェクトに取り組む必要があること、また、さらなる先のフェーズの研究開発課題や、情報通信インフラの世代交代サイクルやマイグレーション等を見据え、中長期的な視点から継続的な取り組みを可能とする必要があることから、研究開発予算の多年度化を可能とする枠組みを創設することが望ましいと整理いただいたところでございます。総務省といたしましては、この答申の内容を踏まえまして、今般、恒久的な基金制度を新たに設置することで要求させていただいているものでございます。宮本君。いや、これ、議事録を読ませていただいたんですけどね、情報通信審議会の情報通信技術分科会技術戦略委員会の第29回議事録でありますけれども、オブザーバーである
種谷元孝株式会社シャープ常務執行役員研究開発事業本部長は、この中でですね、一つお願いしたいのはと切り出してですね、2年間の基金ということではいかないんだと、シームレスな執行というものをぜひ考えていただきたいと、こういうことで民間の要望で、これは持ち込む、こういう形の制度設計がされたというふうに思うんです。ですから、これは国民にね、とても理解されないんじゃないかと、私たちは指摘せざるを得ません。もう時間が来ましたが、最後に一つだけ、研究開発推進には研究に携わる方の研究環境を整えることが欠かせません。今問題になっているのが、いわゆる10年雇い止め問題なんです。NICT にも有期雇用研究者がおりますけれども、10年無期転換ルールが適用されることになります。資料5、最後に見ていただきたい。文部科学省はこの間、各国立大学、大学を設置する地方公共団体の長や、文部科学省所管の各研究開発方針の長に宛てて、地方人における無期転換ルールの円滑な運用についてという依頼を出しております。これは文科省も出しておりますのでね、ぜひ総務省、総務大臣の方からもですね、NICT にこの趣旨をしっかりお伝えいただきたいと思うんですが、それをお伺いして質問を終わりたいと思います。松本大臣。NICT は国立研究開発法人として自主自立の下で業務運営を行っているものですが、法令に従って業務を行うのは当然のことでありまして、研究者の雇用について言えば、労働関係法令に基づき適切に人事の運用を行っていただく必要があると考えております。その上で委員からお示しをいただいたところでございますが、文部科学省から所管の各大学法人や各研究開発法人宛てに出された依頼文書につきまして、昨日委員からご提供いただいたというふうにも聞いております。これは担当省庁が所管法人に出したものというふうに出されたものと理解をいたします。これも参考に総務省においても適切な対応について検討してまいりたいと思っております。はい、宮本君。以上で終わります。討論の申し出がありますので、これを許します。委員長。宮本岳志君。私は日本共産党を代表して、国立研究開発法人情報通信研究機構法及び電波法の改正案に対する反対討論を行います。本法案は、将来における我が国の経済社会の基盤となる革新的な情報通信技術の創出推進のためとして、基金を情報通信研究機構に設置するもので、社会実装などの支援を含めた将来にわたる恒久的な枠組みづくりです。同機構は、すでに新規公募を停止している民間基盤技術研究促進業務で、572億円もの繰越欠損金を抱えており、回収見通しも持てない状況であることが厳しく指摘されております。この業務を機構に位置づけた基盤技術円滑化法の改正では、NTT 株配当金を投入してきた政府と、運営を主導してきた経団連の責任が曖昧にされ、付けは国民に押し付け、大企業は負担なしに成果を企業に帰属させるというやり方が進められました。こうした民間技術開発支援の方向性や手法が適切だったのか検証することこそが求められています。その検証総括もなく、ビヨンド 5G の世界市場で我が国の企業シェアを拡大し、国際競争力確保を目指すとして、基礎基盤的な研究開発の段階から国費による集中的な支援を進めるとしてきたことは問題であり、本法案でさらに対象を広げ、恒久的なものとしていることには反対です。また、電波法の改正案は、電波利用料を基金に充てられるようにするものです。電波利用料は、免許を受けた者から徴収する共益費としての性格を有し、国民が広く電波を利用しやすくするために使われるべきものです。企業の国際競争力の強化を目指すための支援に、電波利用料を充てる仕組みを作ることは、電波利用料の性格を超えたものであり、反対です。以上申し上げて討論といたします。